若い地調査隊の舞台は滋賀県大津市にある坂本という地域。古くは世界遺産比叡山延暦寺と日吉大社の門前町として栄えた町で、調査隊でおなじみの充電県に選ばれています。そんな坂本でやってきたのは、今日はですね、後ろにあります、坂本ケーブル、これに徹底してこだわりたいと思います、私日本中のケーブルからロープへ乗りまくってきましたけども、一番好きなのがこの坂本ケーブル。あ、そうですか。はっきり言わせていただきますけど、日本最長のケーブルカーですね。なんと2025メートルもの長さがあるんですね。比叡山のふもとから延暦寺の参拝ルートにもなっている日本最長のケーブルカー、坂本ケーブル。全長2025メートルの沿線には、このケーブルカーでしか見られない独特な世界観の風景や、途中下車で出会える歴史的スポットなどがあり、坂本ケーブルならではの通な楽しみ方が。そしてこれは琵琶湖琵琶湖です。わー、綺麗。今日の若い地調査隊は景色も長さも日本一、坂本ケーブルの全貌に迫ります。坂本ケーブルの路線図がこちら。途中駅が2箇所あり、高低差480メートル、終点まで11分で到着します。さあ、ケーブル坂本駅、ここが出発点の駅ですけども、登録有形文化財なんです。いやー、素敵なレトロな駅ですよね。レトロですね、この建物ができたのが大正14年97年前の建物なんです。で、この上のですね、終点がケーブル延暦寺駅になりますけども、そちらの駅もこちらと同じ登録有形文化財ということでね。へー、お世話になります。開業は昭和2年、30分間隔で運行しています。うわー、かわいい電車ね。今はこのヨーロピアンなスタイルの車両になってますけども、この車両を見てて、特に上部見てて、なんか不思議に思うことありませんか？上部、何でしょうか？パンタグラフがありますよね、普通はですね、このパンタグラフと上に架線が接触しながら電気をそこから得て登っていくんですけども、その架線がもうここで途切れてます。本当だ。実はこの停車中にですね、今触れてるこのあそこから電気を、取りましてね、本体に充電してるんです。バッテリーに貯めてるんです、電気を。充電式なんですか？昔はもちろんもうずっとですね、頂上部分までこの架線が、電線が張られてまして電気を使ってたんですけども、2007年頃にですね、この架線を全部外したんです。台風の影響を受けたりとかいうことで、いろいろ故障につながったりすることも多いですし、それからなんといってもね、景観の邪魔になりますよね。確かに、この電線張ってたら電線を支える支柱も必要になりますから。最先端のケーブルカーですね。そうなんです。まずは乗車時間わずか2分で着く、一つ目の蓬莱岡駅を目指します。というのも、蓬莱岡駅には比叡山で有名なあの歴史的事件の名残が見られるのです。さあ、いよいよ出発です。運転手さんに見えます、あのハンドルもありますが、実は、運転はしゃべれないんです。運転操作はこの上の延暦寺駅、そこに操作室がありまして、そこで操作してるんです。遠隔で操作されてるんです。そういうことなんです。ですからこの方は運転士じゃなくて車掌さんになります。自然の中ですから、倒木があったりとかですね、それから鹿が出てきたり、イノシシが出てきたり、それを目視で確認して、常に安全管理をするという。大事なお仕事ですね。そうですね、あ、もう駅ですか？さあ、ここが蓬莱岡駅です。もう着いちゃった。我々ここで降ろしていただきます。たった2分ぐらいで着いちゃいました、そうなんです、あっという間。降りる方はあまりいらっしゃらないんですよ、普通はね。通常はノンストップで終点まで走る坂本ケーブル。途中下車する場合は、駅に設置してあるインターホンを押すか、駅員さんにあらかじめ伝えておく必要がありますので、ご注意を。あ、
さあこちらです。かわいい駅でしょ。山の中腹っていう感じですね。そうです、はい、なかなか駅が斜めになってるというあんまり経験することはないです。確かにそうですね。そしてこちらにね、はい、思いがけない歴史的な世界が広がっています。はい、米屈と書いてありますが、何ここ、すごいでしょう。こんな山奥に突然、はい、これ何ですか。石仏ですね。石仏、だいたいここに250体ぐらいあったと思うんですけども、これはどういう石仏かと言いますと、この坂本ケーブルが作られたのが大正の終わりから昭和にかけてなんですけども、そのケーブルを作ってる時の工事でこの辺を掘り返した時に出てきた石仏なんです。1571年にあの有名な織田信長による比叡山焼き討ちっていうのがありましたね。はい、あの時に、まあ、この比叡山のですね、延暦寺のこう僧兵ね、武装した、まあ、お坊さんだけじゃなくて、まあ、いろんな偉いお坊さん、それから一般のこの辺の、まあ、住民もですね、逃げる形で上に山の上に登ったりしましたから、少なくても1500人とか、多ければ5000人以上とか、まあ、たくさんの人が殺されたんですけども、その時にですね、亡くなった方々の霊を慰めるために、この地元の方々がこういう石仏を作って、この辺にまあお供えしてた、そういうもんではないかと。そして黒木さんね、はい、こちら外にもたくさん並んでるんです。あ、この辺りとか、ね、あ、これも全部石仏ですか。もうやっぱり長い間外でさらされてるから、そうそう、もうちょっと顔とかもわからなくなってます。そうですね、この辺りをですね、掘り返せばまだまだ出てくる可能性あるようです。でも これだけ苔むしたものを見ると、うん、本当に歴史が長いのは分かりますね。あの信長の比叡山焼き討ちっていうのは、それを実感できるもんってほとんど残ってないですから、うん、ちょっとこれはそういう意味では歴史の証人そのものですよね。確かにそうですね。大正時代、ケーブルの建設作業中に見つかった数多くの石仏、鉄道会社は霊窟として祀ったのでした。すぐ来るんですかね。来ますね、はい、ケーブルがこれ動いてますでしょ。本当だ、ケーブルが動いてる。若市さん見えてきましたよ。来ました、ね、あ、来た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 。ではですね、はい、この車両に乗って次の本立山駅に向かいます。はい、実はこの本立山駅を降りたところにも、誰もが知る歴史的偉人のゆかりのものが。めちゃめちゃ目の前にね、線路がこう二つに分かれてるところ見えてきましたね。本当だ。線路が二股になってる。三ゾーンですね。若石さん、はい、向こうの別の電車が上から降りてきました。ここですれ違うようになる。え、あ、本当だ。ここで行き交うようになってるんですね。鶴瓶方式で、はい、一本のケーブルで二つの車両がつながってるので、降りてくるのと上がってくるところずっと連動してるんですね。こっちの電車が登るときに、はい、山から降りてくる電車同時に降りてきてるってことですか。そうそうそう。あ、じゃあ絶対どこかで入れ違うようになってるんですね。わ、めっちゃ長いトンネルに来た、ね、これも独特でしょう。え、こんな長いトンネルあります。ケーブルカーで、まあ、あの日本一の長さがありますし、その工程にいろんな変化が多いでしょ。そうですね、うん、もしかしてここも駅ですか。ここであります。こんなところに駅が。日本一急なところにある駅じゃないですか。さあ、本立山に来ましたが、実はこの山中をですね、15分から20分ぐらい登っていったところに、ある歴史的な有名人のお墓があるんです。こんな山の中に。そうなんです。あれですね、結構しっかり山の中ですね。そうそう。こんな急な山ケーブルカーで登ってきてるのがすごいですよ ね。坂本ケーブルで途中下車して、少し山道をこうして味わうのもいいかもしれないです ね。ちょっと黒木さんね、はい、ここになんか平地ができてるでしょ。はい、まあ、これ昔のキャンプ場の跡です。え、ここにキャンプ場があったんですか。昔ね、戦後しばらくしてからここにキャンプ場ができましたね。ここ琵琶湖ですけどね、はい、本来でしたら
見えるんですけどね。ちょっと待って、ちょっと待って本来でしたら見えるんですけどねって、日があるから何も見えないじゃないですか。日がだいぶ下がってしまってね。よいしょ、ありました。え、ありました。こちらにあります。あ、これこれ、わかりますでしょ、黒木さん。紀の綱行きのお墓。そうです。え、あの平安時代を代表する歌人で、まあ、土佐日記の日本初の紀行文学を生み出した。なんで紀の綱行きのお墓がここにあるんですか。ちょっと不思議ですけども、はい、ここから見た琵琶湖の景観が、はい、紀の綱行き大変気に入ってて、うん、自分が亡くなったらここに眠りたいということを言い残して亡くなったと。それからこの辺にひょっとしたら居折りを結んでたと、可能性も一部では言われてます。意外ですね。意外でしょ。まさか、うん、この近江の地に紀の綱行きのお墓があるなんて。紀、の綱行きというのは土佐の国司をやってましたから、でそこから55日間船旅で京都に帰ってくる、まあ、道中ですね、それを、まあ、土佐日記というね、日記文学に書き残したんですけど、紀の綱行きが土佐日記を書いて、それが広く、まあ、歴史に読まれたことで、高知ってかなり知れ渡ったわけですよ。だから高知県の人にとったらなんか恩人なんでしょうね。そうしたゆかりからこの墓を訪れる高知県の関係者も多く、墓の保全にも尽力しておられるそうです。それではいよいよ終点、ケーブル延暦寺駅へ。うん、結構中間駅から終着駅まではすぐでしたね。そうですね、はい、いや着きましたね。ね、終着駅、はい、延暦寺駅です。お、ここが標高654メートルですからね。比叡山の一番高いところで848メートルですから、はい、うん、ケーブル延暦寺駅から比叡山延暦寺までは徒歩で10分ほど。現在国宝の根本中堂は改修中ですが、堂内に入って参拝することができますので、ぜひ立ち寄ってみてください。近畿の駅100選にも選ばれているケーブル延暦寺駅。こちらの駅には運転室があり、上下線2つのケーブルカーの操作を行っています。さらに調査隊はケーブルカーを動かす心臓部を特別に見せてもらえることに。うわ、大きな機械。え、これ、これで巻き上げてるんですか。そうなんです、そうなんです。あの大きなケーブルカーをこのケーブル巻きだけで動かしてるんです。そうです。すごい。すごいでしょ。ものすごい動力ですね。それがあまりいらないんです。え、いらないんですか。あの引き上げる車があると同時に引き下げる車もございますので、はい、そんなに大きな力がいらない。この力の作用でうまく息をしていると、はい、うわ、よく考えられてますね。そうそうそう。びっくりした。あ、動いた。これでケーブルを巻いていくんですね。あ、今これでケーブル巻いてるんですか。そうです、そうです。ちなみに長い歴史を持つ坂本ケーブルには世代を超えた熱心なファンも多いとのことで、実はね、そういう方たちが泊まれるようなホテルのコンセプトルームがありましてね。お京都の駅前に京都タワーホテルであるでしょ、はい、その部屋の中に坂本ケーブルのレールの部分とかですね、滑車の一部とかだ、うん、それに囲まれながら寝たりすることができるんです。行かれたことあります。そう、写真で見ました。写真で続々来ました。はい。さらに駅舎の2階には政界や財界の著名人などが休憩に使っていた貴賓室もあります。あれが見られるんですね。もしかして、ほらほらほら、もしかして。ちょっとガッてますけども、それでもすごいでしょう。これは琵琶湖。琵琶湖です。綺麗。見事ですね。これがですね、はい、完全にもうガスのない時だったらもうびっくりするぐらい向こうまで見えますからね。あ、最高ですね、この景色。最高ですね、本当に。そしてですね、はい、ちょっとこの坂本ケーブルに関して思いがけない歴史がありましてね、はい、1945年終戦の年のですね、坂本ケーブルがこれ日本の海軍に
接収されましてね、うん、で海軍はこのケーブルカーをまあちょっと改装して、はい、そこでいろんな資材をこの場所まで積み上げて、このちょっと上に比叡山ドライブウェイが走ってるんですが、その辺りに実は大岡というね、はい、特攻グライダーの基地を作ったんです。発射装置をね作りましてね、でそこから飛ばして、それで大阪湾に入ってきたアメリカの、まあ、敵のですね戦艦に見かけて特攻攻撃をする。でその基地の完成予定が8月の半ば、ちょうどその終戦の頃と重なったということで、実際ここからは出撃はしなかったようなんですけども、綺麗なねこの景観の中にそういう、こう隠れた戦争中の歴史があるんですね。開業から95年の歴史を誇る坂本ケーブル、霊峰比叡山を駆け抜ける日本最長のケーブルは歴史と風情に彩られていました。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報